今泉慶姫子は日本の音楽評論家、ディスクジョッキー。本名及び旧活動名義は今泉慶子。埼玉県鳩谷市出身。愛称はスヌーピー。三人姉妹の長女。血液型は B 型。趣味は映画鑑賞、水泳。父親は毎日新聞社の記者。父が支局への転勤が多かったため、三歳で福島県へ転居したほか。 幼稚園も卒園3ヶ月前に転居により、転園したため、卒園証書をもらっていないという。他に小学校は4回、中学校も2回転校。高校卒業後、得意な英語の勉強をもっとするために、東京外語専門学校に進学。進学後間もない1977年、ラジオ関東の番組、全米トップ40のオーディション参加者募集記事を、 毎日新聞紙上で見つけ、オーディションを受け合格。当時、この番組については、存在は知っていたがほとんど聞いたことがなく、試験の出来も良くなかったという。1978年4月から、全米トップ40のアシスタントとして、出演を始め、キャリアをスタート。ラジオ DJ パーソナリティを数多く務める一方で、テレビ東京、おはようスタジオの洋楽コーナー、 ミュージックトマトなどで、テレビにも出演。DJ ラジオパーソナリティを務めるほか、ミュージックライフなどの雑誌への寄稿、レコード、CD のライナーノーツ執筆、著述など、音楽評論家としての活動も行う。ヒムロ京介のソロデビューの時には、チャーリー・セクストンのコーディネーターを務め、レコーディングに参加。1988年には1年間イギリスへ渡り、 アーティストへのインタビュー、雑誌の執筆など務めたほか、地元 BBC の DJ、マーク・グッデイアーと共演しての、ロンドン・コーリングの DJ を担当。各レコード会社の CM のナレーションも務める。近年では、シンファ、イム・ヒョンジュ、ソン、シギョン、エスラ韓国アーティストの楽曲の日本語歌詞も担当。1997年に番組制作や監修。 企画プロデュースなど活動拡大のため有限会社リフレックスを設立。同社では2006年からフラーアレンジメントビジネスを始めたほか、デュラン・デュランのベーシスト、ジョン・テーラーのアジアで活動する際のマネジメント、イム・ヒョンジュの日本でのマネジメントも手掛ける。ABCDEFG 月刊ラジオパラダイス1986年8月号63から67ページ。 今泉恵子ラジオピープルインタビュー月刊ラジオマガジン1984年1月号32ページ別冊ラジオパラダイス DJ 名鑑30ページ AB オフィシャルウェブサイトでのプロフィールよりありがとうございます